はい、こんにちは。よろしくお願いします。KG です。今日はですね、最近ですね、ドローンを作りて、で、ここは FC、これ、ESC と FC が、を一体になった、一つで売られてたやつを買ったんですけど、で、このですね、FC が、F7 で Bluetooth 搭載、っていうものを購入しました。で、もうこれ3インチなんですけども、まあ、ちょっと大きめの、サイズのものを買ってしまって、で、3インチの規格には、こう、はまらなかった、このフレームにはまらなかったんですけど、無理やりですね、収めてみました。で、これですね、FC が非常に安くて、これ2つセットで、5500円だったのかな、バングッドで5500円で売られたのを買ってみました。で、私これ使ってみて非常に使いやすかったので、Bluetooth がですね、非常に使いやすかったので、そのちょっと使い方のご紹介を、したいと思います。で、これ今、電池つながってない状態の、ドローンなんですけども、これにですね、ベータフライトをですね、Bluetooth でつなぐことが、ベータフライトに、なんていう、FC に、Bluetooth でつないで、ベータフライトの設定を、変えることができるっていう、そんな素敵な機能がついてるんで、ちょっとそれをちょっとやって。はいはい、ごめんなさいね。よいしょ、これで、3S のリポを持ってきました。よいしょ。これで OK。はい。で、これで、今、電池を、つなぎました。で、ブザーが大宮でだけでしたね。で、これでですね、ちょっと設定方法をしてみたいと。これでもう、FC に電源が供給されたので、で、実はもうこの状態で、Wi-Fi、Bluetooth の電波は出てます。で、Bluetooth の電波ですね、こちらのですね、なんていうのかな、スマホのアプリで、スピーディービーっていうのがあるんで、これで、スマホから設定できます。で、このスピーディービーを起動するとですね、この下のところに、ちょっと見えにくいかな、こう3つですね、記号があって、この真ん中がですね、Bluetooth なんで、ここをポチッとこうします。そうすると、こういうふうにですね、近くにある Bluetooth の機器をけ、あの自動で検索してくれて、それ出てきます。で、この2番目のやつがですね、僕使ってる FC の、メーカーさんの名前なんで、おそらくこれが Bluetooth でしょうということで、これを押します。そうすると、もう、ワンタッチですね、接続を始めまして、で、はい、こんなふうに、Bluetooth で、ベータフライトの方に接続できると。で、機体を動かすと、こういうふうにね、ちゃんと連動して、センサーもちゃんと感知してて、ここからですね、各種設定、VTX の設定とか、いろんな設定がこの横のタブで、できますね、こういうふうに。こういうふうな感じでできます。じゃあ、試しに少しモーターを回しますか。ちょっとプロペラ、あるんで、本当は、モーターを回すのは危険なんですけど、これかな、モーターは。はい。で、例えばね、ちょっとずつやるか。例えば、モーター4番を回すと、オンにして、こうやって回すと、こうね。こんなふうに、こんなふうにね、このスマホからですね、今、モーターを、なんていう、Bluetooth を介して、コントロールしてます。で、こんなふうなことが、できて、非常にで、これ便利ですね。よくケーブルつながってたら、キャリブレーションとかするの結構大変じゃないですか。まあ、そういうのが、こういうふうにお手軽にできるし、まあ、外出先でも、ベータフライトの設定なんか少し見直したりだとかできるんで、これ非常に便利なので、すごいおすすめです。だから、Bluetooth ついたやつは、かなりいいですね。無線はやっぱりいいですね。はい。っていうので、皆さんも、ご活用してください。以上です。ありがとうございました。